毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。では頂上決戦やっていきましょう。今回スキルモードですね。 100% スキルいきます。山本さんね、先生は取った、珍しいですね。シェルアンヘル、あーアンヘルも強いな、よう考えたら。まあ、シェルはね沈黙は入れるんで、おーっと春英来たよ。 R キャラどうのこうの言うてたら LR 来ましたね。春英なんですけど、やめてね、ナイトメア。火炎鏡と空手っすね。春英なんでいけるでしょ、さすがに。向かいか、クーラーもおるっすね。クーラー置いとこうか。春英、そうやな、置くのもありっちゃありやな、これ。ただ、防御が薄いのがやりづらさはある。メイか。メイでもう一列一列行こうか。メイとクーラーで行きます。メイとクーラーの嫌がらせしていきたい。よし、早速、マチュアに沈黙入ってますね。このチャンコンハンやられてもらって、春英出して、って感じかな。ここでもう巻きゲージ溜まるんでね、このターンで。これは使わない。チャンは。よし、マチュア、いいっすね。2回連続マチュアに沈黙入ったんで。巻き溜まってますね、ゲージが。使ってくるかわからんけど。使いました、沈黙やめてー。わー、メイか。あ、メイやったら解除できるわ、シェルミーで。チャンやられ、わーこの復活は余計やったんじゃないかな。ねえ、これは。これシェル使ってメイ解除して、メイがマキに飛んでほしいけどな、2分の1か。下！よし！クーラで倒せる？いける！よっしゃ！クーラでマキ倒した。めっちゃいい感じやな、じゃあ。めっちゃいい感じっすね。こうやな。やばいやばい、ちょっと強すぎる。攻撃力上がりすぎてる。ガード。クーラ。クリティカルは倒さない。よし、調整できましたけど。あー、これチャン後半。やばい、生きる。ゲージ溜まった。全滅取れる。ちょっと待って、クリス復活したら終わるぞ。クリスやめて。やめろー。よし、全滅取ったやろ。よし、取ったぞ。巻き相手に。いやー、これはほんまにめちゃくちゃなんかすごい展開やったっすね。向こうの人もクリス復活にもう頼りしかなかったような状況になりましたよね、最後は。こっちもそうやけど、クリス復活されたらもう負けてるんでね。なんかすごい展開やったな。ピルミーノさん、じゃあもう一回いきます。右京さん、ヤシロ今日はなー、むずいっすね、これね。ほんまにヤシロでもいいかなと思います。防御は必要ですね。リン来た。最後。来たー、チートレス弾。久々に来ましたね、スキルで。青丸ね。しかし、テリー渡したんでね、攻撃力高いな。セスとテリーと、ゼロとネームレス。セス、テリー、ゼロ、ネームレスか。セスはあれなんですよね。あ、シェンやで。マジで、シェン強いで。シェン、いいっすね。あ、でもリンとシェンやったらどっち置こうってむずいな。これシェンの方がいいかもな。シェンはやっぱあれなんすよ。あ、どっちも置く、それか、こういって。いや、どっちも置くん危険やな。危険っすね。これでいこう。シェンはね、あのスキルで怒り回復速度上がるから、怒り回復速度じゃないわ、怒りそのものを上げるから、やっぱりねリンよりも有効かと思います。うん、モニター目に溜まりますからね、これで。さあ、旋風打ちました。これね、このまま行くとね、ケンス倒すでしょ。で、ケンス倒すと、あの、テリーがゲージ溜まるんですよね。調整できる？あ、調整できそう。調整できたね。ほんなら、ケンス下げるっすよね。そうそう。ここは、ヤシロは、極力ガードしてほしい。わぁ、一回もガードせえへんで。クリティカルやで。マジか。これはもう使います。いやー、これあれかな、テリーまで届くかな。ヤシロいけるね、さすがに。こう行こう。うん、でテリー怒り下げ入っきれます。センプレスさんね。さあ、これネームレスもまだ溜まってない。
さあ何を出すか。パオと、わあパオいいキャラやな。これ復活テリーに入りましたね。いいキャラ出してきたわ。うん、ラルフやられました。しかし、テリーに復活のバフ入ってますね。これウィップで1回ネームレスの攻撃力下げとこう。こういきますで、テリーは使う。テリーちゃうわ、ハオマル。ウィップはネームレスに飛ぶから一旦これで攻撃力ダウン入れといて、ちょっとでもね火力を抑えましょう。でシェンのゲージ溜まった。さあここどう出るかですね。ゼロ来た。全部っぱ来るんかな。じゃあゼロ打ってネームレス、ここあバスターね、ネームレス下に打ってきても多分あんまりダメージないっすね。ハワマルはこれあんまりダメージないっすね。うん、ほとんど減ってない。2ミリぐらいかな。やっぱウィップの攻撃力ダウン強いね。うわーテリーめっちゃ強いぞ。ここは一旦アテナ行こう。テリー強いわ。アテナは使う。このアテナは生きるでしょさすがに、このターンね。で旋風列弾、ここ生きてもらわな困るけどな。で次リン出します。ここはさすがにね。いやでもテリー怖いよこれ。うわーめまいしよるんよ、もうもう勘弁してくれめまいは。リン行こうか。うわーめまい勘弁してほしかったな。よしで、ここはねテリーはもう放置やな。もうあのパオ入ってるからテリーは。なんで、あこれで倒せる。じゃあセンプレスダン打っとこう。ネームレス倒せますね。うん、毒で倒した。しかし今のネームレスを倒した効果でテリーが怒り回復しましたけど、それでゲージが溜まってるのかどうかですね。おお必殺耐性入ってる。そしてセスはハオマルはキャリアアップデートどんなタイミング。ちょ待って、やめて、リン生きてる。ちょ待って、テリー溜まるんちゃうのこれ。ゲージテリー溜まったかな。バスタールフワンパンかな。いやもうこう行くしかないか。でもうん、ハワマル生かさなあかんすね。やばいな。しかしハワマルここ化けてるのも痛いな。これでリンは毒。ここバスタールフ溜まってなかったら勝てるけど、やめて、ここだけやめて、マジでここだけやめて。よしこれいけるやろさすがに。よしリン溜まった。よし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 、いいぞ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 。これでちょっと待って、守るキャラはシェンやな絶対。だからこうか。いやこういったらあかんな、むずいなこれ。まあこういくしかないか。でもシェン守るからこっちやね。でシェンはブッパしていく。あいけるこれ。よっしゃ、あの旋風列弾さ当てれたらいけるんすよテリーにね。いけたいけた、これはいけますね。そうそう、でこういって、うん、よしこれでいけた。危なかった、テリーマジ怖いわ。とにかく旋風列弾さ当てれたらもう負けることないので絶対に。こうっすね、まあ、これハワマルのおかげっすね。だから必殺を打たせないっていう性能が強すぎましたね。お復活した。え、あパオか、びっくりした、びっくりしたほんまなんでと思ったらパオやった。おお、なんか危機戦やったなこれもね。なんとかでもギリギリっすね、ギリギリテリーを、叩けました。なんとか勝てました。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。